1980年代頃に物価が高騰して地価が高鳴ってた時期に不動産開発業者とかがその山を勝手に切り開いて、ね、郊外ニュータウンを作っちゃったわけ。分譲の住宅地帯をしかも600区画とか作っちゃって、おすごいな。でバブル時代やから投資家とかブワー買っちゃって売り切れてもうて、うん、ただバブル崩壊してその開発業者は倒産して、うん、ゴンズラしちゃって、うん、土地だけ余って、うん、で建物だけが余ってるっていう状況 で、うん、でその当時新築やったら土地付きで2000何百万円台とかの価格やったわけ、うんうん、でも今やで100万円台とか安っ、えげつない。何これ占い喫茶まどろみ晴れの水曜の7時から11時ちょっと気になるな。ここが私購入された、はい、113万で買ったお家です。ここも不明ですか。欲しいんですけどね。はいはいはい、ここを探しのやっぱり連絡つかね。買いますわ。なんかいいですか。具体的にちょっと話して、はい、もちろんです。歓迎します。ジョーズクラブでも皆さんちょっと一緒に企画しましょう。ファンの人らとか集めて一緒に村を改革するっていう、ね、ちょっとこれ交互期待ですよ。あの次内乱の動画になるかもしれない。いろいろお話しさせて、はい、限界集落再生プロジェクト村改革が始まるかもしれないです。